次に25番浜口隆議員。浜口議員。総水会の浜口隆でございます。緊急事態宣言下でありますので、端的に一問一答で、2問質問させていただきます。まず1問目はコロナ禍における学校給食についてであります。以前から給食にはこだわっております。三重県下でも緊急事態宣言が発令され、当初9月12日までということだったんですが、延長され、現在9月30日までとなっております。宣言が出された当初、松阪市は小学校分散登校、地区別の分散登校で、1日おきの登校ということでした。こういうパターンが一般的なのかなと、勝手に考えてたんですけど、新聞に9月1日時点での文科省の調査では、全国的には夏休みの延長とか臨時休校、これが小学校で 12.4%、 中学校で 12.8% で、松阪市のような分散登校短縮事業が小学校で 23%、 中学校で 22.9% となってます。このデータからすると、合わせて約 35%、 これが短縮事業と何らかの対応していると。で、残り3分の2というのは、普通の通常の体制で取られとるのかなというふうに思います。首都圏のみの緊急事態宣言であれば、全国的に見てこんなもんかなという気はするんですが、現在、当時ですと、半分以上の都道府県に緊急事態宣言もしくはまん延防止法が出されております。で、松阪市は、これからすると全国的に見ればかなり慎重、これ良い意味で言うとるんですけど、慎重な対応を取られているのかなと思います。で、一方で、給食について、これ様々な問題があると思います。現在、子どもの貧困というものも問題になっております。給食が唯一のバランス食、栄養源になっている子どもあと保護者が給食を完全に当てにしている子どもたちも見えるかと思います。で、また生産者への影響もかなり大きいのかなと。で、松阪市全体でいうと、毎日1万食以上の食材の需要が、給食がなくなるとこれがゼロになってしまう。これは生産者にとって非常に大きな打撃かなと思います。で、まず1点目の質問としまして、この今の分散登校というのはいつまで続ける予定なのか、まずお伺いします。中田教育長。はい、ありがとうございます。ご質問いただきました分散登校の期限でございますが、感染症対策をしっかりとした上で学びを継続することとし、現段階では、緊急事態宣言の期間である9月30日まではこの体制で行う予定でございます。浜口議員。この体制というのがどの体制なのか、9月1日から12日までというのは、毎日1日交代の分散登校で、13日以降について、地元の小学校からちょっと変わったようなメールが連絡が届いたんですけど、9月30日まで、全く12日までと同じなのか、分散登校はするけどやり方が違うのか、また10月1日以降はもう平常に戻すのか、これをお伺いします。中田教育長。はい、ありがとうございます。少し、分散
投稿の経緯をお話しさせていただきますと、昨年3月、学校が臨時休校になりました。で、その時の反省をもとに、私ども教育委員会では、あれが終わった後にですね、このあと必ずこれと同じようなことが起こる可能性があると、その時に慌てないように、しっかりとそのことを分析し、具体的にどういうことがすればいいのかを検討させていただきました。そこで3つ、1つは学びの継続性を図るということ、これは子どもたちがしっかりと学校へ来て、子どもたち同士の会話がすごく教育にとっては大切なことであるということが分かりました。でもう1つは ICT の効果的な活用ということ。で、あともう1つは、子どもたちがしっかりと、一人一人の子どもの課題に応じた、そういった給食の体制であるとか支援体制をきちっと構築するということでありました。で、今回松坂市が採用したのは、学級の密度を20人以下にする。ですので20人以下の、本来20人以下の学校は、通常通りの授業を行ってもらっています。で、20人以上の学校については先ほど議員もご紹介いただきましたように A 班と B 班に分かれて、地区によって通学する日、うちでリモートの学習をする日というのを分けて行っております。で、これは今後も30日まで一応継続をしていきたい。で、30日以上宣言が解除されて、あるいは松坂の状況が改善されるようであれば、その後通常に戻していきたいなと考えております。今子どもたちが、行う中で、実は私どもが当初そういう予定を立てて、あるいは有識者の方、地域の、保護者の方にもいろいろご意見をいただきながらこの体制を作ったわけですけれども、実はその中で課題もあり、多分天白小学校のメールというのは2日間これは確実に学校を臨時休業にして、今臨時休業をやってない学校も含めてリモートの授業であるとか、あるいは ICT を使った効果的な学習方法であるとか、家庭におけるいろんな課題、そういったことにも対応するという意味も含めて、検証的に行うこととしました。ですので、そこいうところが今までの中に新たなものが加わったと、そのようにご理解いただければと思います。浜口議員。はい、1日交代かなと思ってましたら、9月16、17、27、28は一斉オンラインというふうな連絡が入ってたんで、そうなるとまた給食の機会が少なくなるなと。で、やはり給食っていうのは、毎日提供してほしいと思います。授業はオンラインできますけど、給食っていうのは宅配できませんので、もう学校へ来て食べるしかないと。自分が子どもの頃なら、もう給食だけ食べて、あともう家帰って学習というのが天国やったんですけど、今はコロナ感染が怖いという保護者の方、給食をできれば食べさせたくないという方も見えるというのも重々承知しております。やはり食事中というのはマスクを外しますので、感染リスクは平常よりは高まると、一方で黙食の徹底、あと手洗いうがいを徹底すれば、感染リスクというのはそれなりに下げられるというのは事実かと思います。で、ちょっと他市の例ですけど、お隣の津市では、分散登校ではなく午前中、全員登校して、給食を食べたら下校して、午後はオンライン授業というふうな方策を取られています。で、給食食べる食べないは自由だそうです。テレビのニュースでは、約 10% ぐらいの子どもが食事、給食食べずに、帰宅されるというふうに出てました。で、またテレビで、他県の取り組みとして、地区ごとの分散なんですが、 A 班は午前から来て給食を食べた帰り、B 班は昼前に来て給食を食べて午後の授業を受けるという分散をされていました。で、こういうようなやり方をすると、給食は毎食
提供されるわけなんですけど、こういうような方法を探しで取り入れる考えはないのかどうかお伺いします。中田教育長。ありがとうございました。議員ご紹介いただきました全員で給食を食べる、まあ、についてのご質問でありますが、これは一般的によると学校感染が広がる可能性としては、一つには教室の中において1メートル以内の間隔で授業を行うこと、二つ目には密になった状況で給食を行うこと、三つ目にはマスクを外しクラブ活動を行うこと、この三つのことが学校におけるこう感染拡大の、まあ、主な要因だとこういうふうに言われております。こういったことを避けるため本市においては20人以下で授業を行ったり、給食については黙食で一方方向を向いて食べる、また手洗いの時間を確保するとともにエプロンの強要を避けるため教職員がすべて配膳やと片付けを行うなど安全対策を行った上で給食を実施しております。なお分散登校で、学校に来ない生徒にも給食を希望する場合には別途別室を用意し、そこで、給食を食べる、まあ、いわゆるなるべくきめ細やかな、対応を通して、安全で安心な学習環境の整備を行っているところでございます。浜口議員。はい、まあ、津市とかあと他県の状況方法であれば給食を食べずに午後の授業を受けるとか食べずに帰るというのはできるんですけど、松阪市は午後も授業あるわけなんですけど、松阪市で給食を食べないという選択っていうのはできるんでしょうか。中田教育長。はい、本市におきましても感染症不安により給食を喫食しない児童生徒は、給食を食べずに下校し5限目はリモート学習を行う、まあ、そういうふうに配慮をさせてもらっております。合わせて、先ほども説明を申し上げましたが、家庭において一人でいる生徒や昼食の確保が困難な児童には、登校に該当しない場合でも給食を提供しているところでございます。浜口議員。はい、わかりました。松阪市でも食べないという選択はあると、方法はあるということです。また現在ではバクッとですけど、松阪市では半分の方が給食を食べてないということになろうかと思います。必要な子で、登校の日に当たってない子も食べられる、もしくは、登校ですけど登校のに当たっているところで、食べたくない人は帰って、自宅でリモートで受けるというところで、まあまあそれが同じぐらいとすると、まあ、約半分かと思うんですけど、ここで食材っていうのは全員分準備されているんでしょうか。中田教育長。はい、ここのところは私ども非常にこう苦労しました。特にアレルギー関係、このアレルギー関係については全ての子どものどの子が来てもいいようにアレルギー関係は全部用意しました。でその分として、あるいは食材の量ですけども全く半分でええかったらそういうわけにはいきません。何人か子が学校へ来て給食を食べたいという子もおりますので、当初の部分はなるべく余裕を持って作りました。でそれから徐々に実数に合わせて減らしているところです。また今後はですね、全部食べる子、出てきた時いわゆる半減抗体で食べる子、全く食べない子、この3種類に保護者に選択をしていただいて、喫食数を計算した上で、食材の量ロスの少ないように計算をしていきたいと考えております。浜口議員。はい、ありがとうございます。まあ、実数に合わせて、なるべくロスの出ないように食材の準備をしていると。テレビで他市の状況でもやはり食べない子が多いんでその分ロスになってっていうのは言われてたんで、まあ、当初はそうなるかと思うんですけど、実績からまあそういうロスの出ない食数の準備というのは、まあ、正しいやり方なのかなと思います。ここでちょっと質問があるんですけど、給食時の徴収、これってどうされているのか、
普通で通常であれば休んでも別に全額徴収なんですけど、こういう場合半分の登校で、あと、給食を食べないという選択の子、あと登校日じゃないけど食べるという選択の子、このあたりの給食費ってどうなってるんでしょうか。中田教育長。先ほど少しご回答もさせていただきましたけれども、給食数、これについては分散登校中の児童生徒の給食費につきましては、欠食した回数分は年度内に返金や減額徴収の調整を行う、これが基本であります。欠食数を把握し、給食の廃棄量を減らすため、9月13日以降、月末までは、登校日のみ給食を食べる生徒、給食を食べない児童生徒、さまざまな理由ですべての給食を食べる児童生徒、この3つの場合に分けて、保護者全員にアンケートを取り、給食数を把握する、先ほどご説明申し上げました。いわゆる食べた分だけ、きちっと徴収をする、食べなかった分については、集めない、あるいは減額の対応を取る。まあ、そういうふうな形でいきたいと思います。ただ、出席停止となった場合、出席停止、いわゆる、罹患をしたり、濃厚接触者となって2週間学校へ来れなくなった場合は、返金対象といたしますが、例えば食べると選択した場合でも、いろんなさまざまな理由で、個人的な理由で欠席をした場合、これについては、減額対象をとは考えておりません。浜口議員。かなり複雑な計算になってくるかとは思うんですけど、この給食にかかる、今食材費だけ、保護者というか児童から集められていると思うんですけど、他に、調理人の人件費とか、あと施設費、光熱費等々いろいろあると思うんですけど、この給食費全体の中で今全員食べるとした場合 の食材費、どれぐらいの割合になるんでしょうか。中田教育長。これはちょっと一般的に幅がございますが、給食費につきましては、学校給食法および施行令により、施設整備費と人件費、修繕費は自治体が負担をしております。保護者負担は食材のみを給食費として負担をいただいているところでございます。令和2年度に保護者の皆さんから負担いただいた給食費といたしましては、幼稚園、小学校、中学校合わせて6億7千、トンで11万7574円でございます。一方、令和2年度の給食管理課の決算額は7億6831万8210円となっており、議員ご質問いただいた食材費の割合は 46.6%。というふうになっております。浜口議員。その中で、食材費というのがこれから半分になってくるわけですから、もう給食費全体に占める割合の中で食材費というのは、さらに半分ぐらいになるんかなと。で、前回の質問でも明らかになったように、結構この徴収業務で、人件費かかってるかなと。何でしたかね、滞納だけではないんですけど、1校あたり、50万とかそれぐらい、かかっているという、文科省の調査結果、50万、金額じゃなしに時間ですね、もう私が勝手に時給単価かけただけで、5、60万ぐらいかかっている計算になるかと思うんですけど、で さらにこれより、複雑に食べた食べない云々というと、またここの人件費の方も上がってくるんですけど、もうこういう非常事態なんで、いっそのこと無料に、この期間だけ無料にしたらどうですか。中田教育長。ありがとうございます。給食の持っとる意味、例えば給食を食べることによって子どもすごく元気になります。私、中学校の校長をしていたときに、いろんな家庭の、複雑な家庭の子が給食を本当に食べて元気よく目を輝かせていたことがあります。今のコロナのこんな時代だからこそ、その給食の持つ意味が大切だというのは、議員常々こうおっしゃっていただきました。先ほどもご心配いただいたように、給食徴収をする、その徴収の仕方がちょっと複雑になっている、
まあ、ですので3パターンに分けて、徴収をするということで軽減を図りました。合わせて、今回も、そこの無料にという部分ですけれども、そこのところは私ども例えば、就学援助費、これの非常に拡大を行いまして、本当に支援していかなければならない生徒にはしっかり支援をしていく、ただ徴収をしてご負担をいただける家庭にはしっかりとご負担をいただく、守るべき、そういうふうに支援すべきところにはとことんしっかり支援をする、そういうふうな形で進めていきたいなと考えております。浜口議員。去年辻さんは2ヶ月無料ということで、されてましたんで、まあ、こういう、変則的な ところは、実際いや給食、負担できるところはしていただく、それは当然のことだと思うんですが、徴収業務に学校の人の学校の職員さんの手間がかかりすぎて、例えば100円集めるのに、150円人件費がかかりましたということになる、そこまではならんとは思うんですけどね、複雑なことをせずに、そういう手もあるんではないか、でそれを機にもう恒久的に無償になるかもしれんかなということを期待しまして、この質問は終わらせていただきます。次に、危険な通学路への対応について、お伺いします。今年6月に、千葉県の八街市にて、トラックが通学団に突っ込み児童5人が死傷するというショッキングな事故がありました。当時はこのショッキングな事故のために通学路の再点検と行われたかと思います。その後いろいろな災害、コロナのこの再拡大、オリンピック・パラリンピック等々いろいろな事件というか出来事がありましたんで、ちょっとこの事故の注目度が低くなったような気はするんですが、緊急性の高い問題だと思います。まずこの事故を受けて類似の危険箇所はないかと、こういうような点検をされたかどうかお伺いします。鈴木教育委員会事務局長。はい、それでは、他県でございますが事故後の、対応ということで お答えさせていただきます。ご紹介いただきましたのは、千葉県八街市の、悲惨な事故でございますが、これ以降ですね、事故は6月28日に起こりました。翌々日の6月30日に、市教育委員会から各小中学校に向けまして、通学路の危険箇所の再点検とともに、児童生徒への交通指導を徹底するようまず周知をいたしました。その後7月上旬になって、文部科学省より見通しの良い道路や幹線道路の抜け道になっている道路などの、車の速度が上がりやすい箇所や、大型車の進入が多い箇所など、新たな観点での通学路の合同点検実施の依頼の通知がございました。こうした通知をもとに市教育委員会といたしましては、各小学校で地域や保護者に協力をいただきながら、危険箇所について調査し、9月中旬までの期間を取りまして、市教育委員へ報告するよう、依頼しておるところでございます。今後、小中学校から報告のあった危険箇所につきましては、警察や道路管理者等の関係機関と協議しまして、速やかに合同点検を進めてまいりたいと考えておるところでございます。以上です。浜口議員。9月中旬ということは、今日14日なんですけど、まだ中旬の期限にはなってないということなんですかね。はい、はい、分かりました。私、この八街市のこの事故現場に類似している箇所、この直線道路でトラックが通って、歩道どころか路肩線もないというところで、ちょっと地元で気になるところがありまして、市道星合前出線というところなんですけど、
これは松浦武四郎記念館から JR の踏切を越えて、中バスのハーフインターに至る道なんですが、この JR の、この周辺、踏切周辺っていうのが、その前後は結構整備が進んどるんですけど、ここ全然、進んでないなと前々から感じてたんですけど、このところ、ここは危険箇所として、上がっているのかどうかお伺いします。鈴木教育委員会事務局長。議員ご紹介いただきました星合舞です線につきましては、尾上小学校等、通学路の指定はございません。交通安全プログラムというのが、通学路を中心に行っておりますので、その箇所としての対象とはなっておりません。しかしながら、児童生徒が、通学路の集合場所まで、利用したり、通学以外に利用することは考えられます。市教育委員会といたしましては、子どもの安全安心は何よりも優先すべきものと捉えておりますので、今後、7月上旬の調査結果に基づき、速やかに通学路の安全、確保を進めてまいります。また、これまで通り取り組んでまいりました通学路交通安全プログラムなどの点検活動により、地域や保護者にご協力いただきながら、警察や道路管理者、学校、地域、保護者、子どもなど関係者が一体となって、安全安心につながるよう、これからもしっかり取り組んでまいりたいと思います。以上です。浜口議員。はい、ありがとうございます。この星合舞出線っていうのは、私は大体建設水道委員会に、ほとんど所属してるわけなんですけど、前の4年間もずっと所属してまして、毎年のようにここ上がってきてるんです。あれないつ終わるのかなと思ってたら、こういうことなんですね。ここ当然先ほど集合場所までの以降しか認定はしてないというんですけど、ここら辺アパートとか新興団地もありますので、児童生徒多くいるところです。でここの星合舞出線、これ新工事ってどうなってるんでしょうか。伊藤建設事務長。部長、指導星合舞出線の進捗というようなところでございますので、私の方からお答えさせていただきます。この指導星合舞出線、県道三雲久井線と県道嬉野津線で、その先には国道23号線へつながります重要な道路でございます。議員おっしゃられますように、路肩の幅員が狭い道路です。で車両等の対向にも、危険な箇所が随所にございます。で平成23年度に舞出町地内に国道23号中西バイパスのハーフインターの供用に伴い、本路線が物流路線としての重要度の高まりを受けまして、交通量の増加から主要幹線道路への円滑なアクセスができるよう、松浦武四郎記念館交差点から舞出町のハーフインターまでの延長約920メーター間につきまして、安全性の向上を図りながら道路拡幅整備を実施しているところでございます。事業の進捗といたしましては、令和2年度末で道路拡幅用地の 93% にあたります約840平方メートルを取得しております。おおむね 69% の進捗という状況でございます。事業完了といたしましては令和5年度を目標として進めているところでございます。なおこの指導星合舞出線、本線自体は小学校の通学路には指定されてございませんが、本事業におきまして通学路の安全対策への取り組みとして、平成30年度には羽田目町地内の本線と通学路の交差点におきまして、隣接土地所有者の協力を得て歩道と歩行者が、
道路を横断するために一時停留するようなたまり場を新たに設置する交差点改良工事を実施いたしました。千葉県八街市の事故現場と類似している危険な通学路への対応といたしまして、この先も通学路の交通安全プログラムの目的に沿って学校関係者、警察署、自治会、それと道路管理者が通学路の行動点検を定期的に実施し、交通安全対策の充実をハード・ソフトの両面で取り組みまして、痛ましい交通事故の撲滅に努めてまいりたいというふうに考えております。浜口議員。はい、令和5年完成予定ということで、用地取得がまあキーになるかと思うんですけど、今 93%、まあ、これ残り 7% 取得しないと道つながらないんですけど、これ目処立ってるんでしょうか。伊藤建設部長。はい、交渉の方は進めておるところなんですが、やはり難航しておる状況で、現在すべてが目処が立っておるという状況にはなってございません。浜口議員。はい、難航しているとのことですが、やはり安全上非常に重要なところですので、しっかり説明していただき、所有者の方に、理解を得ていただいて、早期に、完了予定までには早期に工事を完了させることをお願いします。また他の、自治会等からの要望箇所、たくさん上がっていると思います。生活道路で、荒れているところとか、事故の原因につながりかねませんので、そちらの方も合わせて、進めていただくようお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。